防災減災豆知識、食にまつわる体験談を生かそう。震災を体験したママたち812人が作った子連れ防災実践ノートでは、気持ちの支えとなる大切なものとして食の重要性が挙げられています。今回はぜひ覚えておきたい被災時の食にまつわる体験談をまとめてみました。被災地では食についてさまざまなことがありました。例えばある人は避難生活をしていたときに温かい食事が食べられるとほっとして涙が出てきたそうです。さらに家の中で食べ物を探し回り缶詰を見つけたときにはみんなで大喜びした家庭もあったということです。また野菜が不足して食べられず口内炎になったという人もいました。自宅避難だった人の中には避難所で配給を断られ食べるものがなく途方に暮れた人もいたそうです。このように災害時には想定外のことが起こります。日頃からこうした体験談を参考にして必要な準備をしておきましょう。体験談を災害時に生かそう。